ナポリの街はまあもうナポリを見て死ねというぐらいの街ですからね、まあ、相当楽しみにしてきたんですけど、一言、想像以上、これはねエネルギーに満ち溢れた街ですね。しかも物価が安い、シーフードとかもかなり安いですからね。今日はウィーンからの移動で、しっかりと食べてないので、すぐに美味しいパスタもしくはピザを食べようと思ったんですが、いかんせん7時からしか店が開かないとどこも、なのでつなぎで、スナック程度にと思ったんですけど、結構大きいピザ、ほんと300円くらいでコーラとピザ、大きいピザですけどね、セットなんですけど、1927年の老舗のお店です。でっか、夜もピザ有名なところね行こうと思ってたんですけどね、結局つなぎで食べるスナックが巨大ピザという。いただきます。いや、街の活気とやっぱりね、イタリア料理食ですよね、私大好きなんで。で、ここはローカルの人がおすすめしてくれたピッツァリアなんですよ。で、早速ね、本場のナポリピッツァをいただこうじゃないかということでやってきました。いや、まだね、気候も暑すぎず、特に2021年はもうかなり40度近いね、熱波とかも来てたって話もあったんで、まあ1ヶ月ぐらいちょっと夏のハイシーズンから明けて、もう9月の末に入るようになりました。まあ、ちょうどいいですね、20度後半で気持ちいい。本物のピザをいただきましょう。来ましたね。何のピザかよく分かってないんですよ。おすすめのやつみたいな感じでお任せしたんで、何ピザなのか分かんないですけど、まあ、店長がね勧めてくれたんで大丈夫でしょう。早速、ちなみにね切られてないんですよね。おお、シーサイド、いや、イステイフォーディステージトリモン、トリモンスネポツ。おお、おお、ヒロキ中野。I stay in shop owner's name. Oh, my same name, ヒロキ。Oh my god. Nice. なんと静岡の店舗、多分ここで修行したか、多分学んで店を開業したんでしょうね。その日本人の方の名前が私と同じ名前だったという不思議な縁ですね。いつか、まあ、静岡そんな頻繁に行きませんけど、まあいつか機会があったら行ってみましょう。さあね、熱いうちに。うん、うまっ、おいしい。トマトの味が違うし、やっぱオリーブオイルの香りが違う。シンプルだけどおいしいわ。うん、うまっ、うん、トマトとチーズ、オリーブオイル、もう全てがなんか違うんですよ、もう全然。
本物、これぞ本物、ベリッシュ。美しい世界遺産の街ナポリを一望するためにポジリポという丘を目指して登っています。マルジェリータマルゲリータみたいな名前の駅から、徒歩で行けるということで坂道をずっと歩いてるんですけどね。いや海とボスビオさん火山と、あ、もうすでにすごい、ちらっとね垣間見えてますけどね、すごいですね、楽しみ。まずはね全貌を、全体を、美しい街の全体をね見ていきたいと思います。